じゃあはい、グリーン。これで置いて。6割ショットやります。6割ショット。構えて。肩から肩まで振りましょう。まあ、ちょっと LINE のやり取りをちょろっと彼とやったんですけど、その時にあの6割ショットをいっぱいやりましょうということで、まあ、あのパンチショットだったりリボットに入った時のショットだったりとか、あとはその抑えたい時とか、あとはその今日は結構良かったんだけど、まあ、下半身をあんまり動かさないで上半身だけで打つとかね、そういうショットがあまりいいイメージを持ってないというかできないというか、まあ、それを意識して打ったことがないってことだよね。だいたいもう全てフルショットですか。そうだよね、基本的にフルショットで、そこから弱いか強いかだね。そう、ハーフぐらいまで、ここからこれはあったとしても、うん、この上の、うん、まあそのフルとハーフの中間がないってことだよね。フルとこのハーフの間はないです。ないですよね。なのでそれをちょっとやっていこうかなと思います。でそういう風になってきたら、そのフルスイングでパンって振らなくても、その6割ショットでフルスイングと同じ飛距離が出せるんですよ。クラブを上げたりじゃなく、あ普通に同じ番手で6割ショットで同じ飛距離出る、同じ飛距離出ますし、それインパクト強く入れればね、まあ、なのでそれを打ったりとか、まあ、もちろんそのゆっくりリズムよく打てばフルスイングよりかは飛距離は落とせたりしますよ。抑えられたりね。肩から、さあ肩は、さあこっちのクラブはどうなりますか。そうなります。そうなります、ね、そうなります。立つ、はい、立ちます。こっからこう、はい、そうです。6割肩から肩までで行きます。その時にグリーンはこっちに後ろにこうやって引いちゃうんだよね。肘をこうやって肘を引くんじゃなくて止める、ここで曲げる、そう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 、そう、OK、肩から肩まで構えたら肩から、その時にグリーンは左手が前に出ないようにして、そう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 、その時にさ肩がさまっすぐになるようにして、腰、そう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 、腰は切るけどね、腰は切るけどね、 OK 大丈夫だよ、そうそういうこと、膝曲げんなよ、膝もうちょい伸びる？うん、オッケー、いいね、かっこいいよ。8番のこれでどんぐらい飛べばいいですか？8番で、120、マイナス10ヤードぐらい。6割で？6割で110。うん、飛ぶんじゃない？飛ぶんじゃない？おお、いいじゃん、ナイス、今のいいじゃん、なんか良かった時私の方向くんだね、今の見ましたみたいな、いや一応アピットがないと見てるよ、ごめん、だいたいカメラが下下がってる時は寝てる、ハハハハ、入りはいいんだけどちょっと開いてたな、あのね、なんで曲がると思う、なんで曲がると思う、体ちゃいますね、軌道です、軌道、これの軌道、はい、がどうなってると曲がるんですか、右に、そう、ん、おアウトサイドインだ、そう、そういうことです、ピンポン、そう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 、そうなってるんです、そう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 です、あ、
そうそう、父親のありがたみを感じるなと今思うっていう話だった。そういえば、いや毎回毎回っていうか毎日毎日ずっと喧嘩してた記憶があるな。毎日じゃないか、小中学生の時私基本的に週2のゴルファーだったので、まあ週2学校がお休みの時に練習行ったりコース行ったりみたいな感じで、で別になんか結構高校に入って知ったんだけど、結構会員権持ってるかあの家庭が多くて、私のうちのゴルフ部はなんだろう、会員権って何みたいな話だったんだけどね。今はさすがに知ってるけど、今ナイスだね、ナイス、あのナイスなのが分かった、素晴らしい、ナイスな時が分かった。あれを何回も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 死ぬほど打ってください。3球連続で打てたらお休みください。おお、ナイス。いや全然いい全然いい。あー打たなきゃよかった。あれでね、休憩するんだよ普通ね。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。いや疲れたね。頑張りましたね皆さんね。私が一番疲れてないはずなのにすげえ疲れた。いやせなんかね、見てるのも疲れてるじゃないですか。いやなんだろう、下手くそだもんね。そうね、あ、いやなんだろう、打ってるのを見てるとね、なんか疲れてくるよね筋肉は動くのかな、わかんないけどなんかね、疲れた。いやこの練習ね、最初200球で150球って言ってましたけど、300球ぐらいやってるからね、これ300、400以上打ってる。すごいね、倍打てたね、まあ、打ち放題だとね、結構好き勝手にできるからね。やっぱね、時間ちゃんと決めないとダメかも。ずっと打ち続けるもんね、3時間って言ったら絶対3時間打ち続けちゃう。まあそうだよね、いっぱい打てたから良かったかなって思う、ホワイトはね、うん、まあなんで、グリーンもね、しっかり6割の振り方の練習をいっぱいできたので、うん、あとね、ドライバーのチーピンを ね、ちょっと使いましたよ。ああ、どうだ、え、どうする、今度違うとこ回ってみる、お二人さん、どうする。いや、こんなことないんじゃないですか。まあね、オータースタバ回ってるとね、河川敷はめちゃくそ簡単だろうな、ね、平らだから、ほぼほぼ平ら。ホワイトの100切りは河川敷でもありなの。だから河川敷ってあるの、今東京の近くだと越谷とか。でも越谷って駅あるじゃん。埼玉のさ、河川敷って駅あるよね、結構多い。河川敷行ったことないですよ。マジ、あ、そっか、そっか、行くんだったら、ね、山がいいんだよね。なんか平らのところあんまり面白くないなと思って、うん、まあ、河川敷行ったことないから、まあ、毛嫌いしてるだけかもしれないですけど。そうだよ、河川敷嫌いじゃない、基本的に。食えよ。食え。パターン変えてください。はい。パターン変える。はい、パターン変えてください。ところはありやすかな。そうね、ちょっとできればマレットがいいな。いいですよ。全然いい。それが打ちやすいんだから、まあ、マレットとかなんか弁当箱みたいなやつでもいいし、弁当箱とりあえず、はい、でも俺は感覚派だからって私には言ってきたでも俺はっつってだけど今日やってて思ったんですよ、やっぱりパター全然合ってねえなみたいな。で、あ、それでテイクバックブレブレなんですよねって言ったら、じゃあそれだったらマレットでしょって言われたから、マレットなんだと思いました。そう、もうね、ピンタイプ使っててテイクバック気にしだしたらもう一気になっちゃうから、そうだね、本当になんかあれ違う、あれ違うってなるんですよ。だから僕途中で何回か今回止めてるんですよね。ああ、分かる分かる。すごい勉強になりましたよ、僕は。あ、はい、反省、反省、はい、何勉強だった。いや、気持ちの持ち方、うん、マインドコントロール、まあ、だいぶね、あ、もう一喜一憂するタイプなんで僕は、そのちょっと今の最悪だとか、うーん、言うよね、今のナイスショットでも近づけたのにもっと近づけたのに、そう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 、ほんとそれ、それがね、もう次
次次多分編集がすごいしやすくなるかもしれない、ね、そうだね。はい、次次って言ったらもう終わりだからなんでもう気持ち切り替えるために良くても悪くてもはい次とかはいとかで切るほど気持ちをね、はい、だからってなって思わない思っちゃダメえしかも口に出してもダメもう口に出したら最悪、うんはい、出ちゃったらもうダメあ心に思ってる分にはいいいや、うわでなんかさ、分かるじゃん、そんなのさ、人から見れば確かにうわ、こいつ、あの、いじけてるよ、みたいなうん、待ってそうそうそうなんで、それも見せない、はい、そんなことも見せないそういうのが大事ですどうスライス出してもだってさ、なんかポジティブなやつやってたじゃんあはは、やってましたねグリーンやったよね俺やってないですブルーイエローブルーとイエローかそっかまあ、そこはこんなんかさねあ、そう、あポジティブっていうかさ、励まし合いでしょ励まし合い、まあ、途中でディスってましたけどねそうそうそう、まあ、なんポジティブとかじゃなくてその気持ちの切り替えのためにそのポジティブな言葉を言うはい、次に行くよとかはい、次のこと考えてねとかっていう風に自分をどんどん前に前に押し出していってあげるなんで、しっかり自信を持って過信はしないそう、過信はしない、自信を持ってこれはもう、このクラブ持ったら俺は大丈夫、くれるっていう風に自信を持つ、はい、自信はもっとこうこうできたのにこんなはずじゃなかったのにっていうやつはいね俺に多いやつね見覚えられますか、ね、はい、はい、なんで動画は出ると思いますからね出ますねはい、はい、恥ずかしい動画がねじゃあホワイトちゃん今日のなんか勉強になったことなんかありましたかマナーうん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 ねこれぐらいなら、うん、それぐらいいくんだなってことがちょっと分かった、うん、いいねよかったよそれ重要だからね一番重要一番重 要そうだ強すぎる当てる次に一番重要だもん、ね、うん、間違いないそうなんですよなんで、やっぱりその、やっぱ急な T シャツとかがホワイトはちょっと対応できてないところもあったんだけどまあね、河川敷に行ったらそんなとこないから本当に、本当にないよ全く選ばないすごいよまあそういうところ探してみますよはい安心してくださいはいじゃあそしたらホワイトちゃんは次回の課題はどうしようかな120絶対したくないそうだね今日はねちょっとだけそうね何回かねしちゃったからねまあ次回の課題はホワイトを空振りをしないっていうことは引き続きあとは120台を目指すっていうことですねエラーが減ってってからそうねでもさ結構さあれじゃない今回120来月120台目指しますってなってライブする時点であと2ヶ月でしょそう結構調子よくないまあそうそんなうまいこと言うわけないまあわかるわかるそれはわかるこっち何年かけて600切りしたと思ってんのいや私がついてるからそのためにやりついてるまあ僕我流でずっとやって100切りは やりましたけど、うん、まあ何年もかかったけどなんかすごいよだから先生の力っていうのはものすごくでかいしそれを信じてやればいいしそれによってね、引っ切れたらもうほんとすごい俺は尊敬する、ま、2人は、ね、2人すごい私はいいの別に上手くなるきっかけを与えてるだけだからそれ信じてやれば大丈夫じゃあ次回のウィンの課題どうしようかな OK ですか河川敷だとして河川敷だったら、うん、いやもう90切りますよでスコア気にするスコア気にしますなるほどいやスコアはもう常に気にしてるんでうんスコアを気にしないでやってでスコアを気にするっていうのはパーで上がれたボギーだったとかそういう話でしょじゃなくてこのホールはどうやったら自分は少ない数で上がれるかなっていうのを逆算していってみてあなるほどだからスコアを気にしないわけじゃないんだけどいかに別に数字関係なくて別にパー4だろうかパー5だろうかパー5で4で上がったっていうんでしょバーディーじゃん、まあ、結果的にはバーディーでマイナス1ですよって話じゃんそうなんだけど俺そういうイメージになっちゃうともう72で回れちゃうんですよもう幸せだほんと幸せだ72で回れちゃうんですよ幸せだもう見頃だな頭の中でなるほどねだからそれでいいよそれでいいからその逆算してってどういう風に自分が球を置いてったらあだからティーショット配布の辺に落ちますあマネジメントをしろってことですねそういうことですはいそういう話、はい、逆算してやっていくとこう俺全部パーで回っちゃうパーで回っていいよ思いつきの攻めをしないってことですねそうそう
そうそう、そういうこと、そういうこと、ちゃんと考えて、じゃあ残り100ヤードに落として、そこからワンオンして、うん、2パットで入れるよとか、そう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 、ね、そういうこと、そういうこと、まあ、あとはその攻めるところと守るところをしっかり分ける。攻めどき守りどきが分かんないですよね。分かってないよね、びっくりするよね、また攻めちゃったりとか、本当だよ、なんでそこ攻めんのみたいな、びっくりしたよ、あのパターンなんで狙ってたの。いや、狙いたくなっちゃうんですよね、やっぱカップがあるから。そう、誰誰、ね、我慢するゴルフを覚えるっていうのもいいかもしれないですね。あ、そうだね、で守りと攻めドアをしっかり判断するってことがすごい大事なので、そこは私もアドバイスしています。わかりました、はい、ということで、持ち券レッスンもう何段か分かんなくなりましたね。分かんないですね、はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。リストのドライバーと親父から譲り受けたこのパターン、はいはい、これ以外、はい、なんだってなんだって振りに行きます。